どうもー、かばいちの嫁、小林かなです。今日も練習していきます。サミットを使いこなせるように頑張ります。よし、行こっかな。これ電源入れてたっけ？入ってる。いつもマイクがオンになってるか不安になる。ちょっとまず1投目、オイルの感じが全然わからないので。あぶねー、落ちそうだった。あ、今ちょっと出しすぎた、危ない。ふう、1投目からヒヤヒヤしましたね。あ、結構オイルが見えるかな。テカテカして帰ってきたのでオイルはそこそこあるかな。よし、いいラインいった。フェア、いいかもね。いいかもしれん。よしよしよし、スペアで始まるとちょっと嬉しいですね。これもう最初からね、オープンフレームで始まるとうわってなります。あ、ちょっと左振っちゃった。しまった。めっちゃ左振った。ダメダメダメ。まっすぐ投げないと。一番最初にね、ガターに落ちそうだったっていう、ちょっと、メンタルが。これならね、さっきのコースを行けば、取れるはずなので。ヘッドピン残ってるのは致命的ですよね。よし、ぴよ。よし。いや、やだ。あ、転んだ。喜びすぎて転んじゃった。恥ずかしい。やっぱ今のラインだな。今のラインだったらめっちゃいい気がする。なんか最後に後ろのピンが真ん中に、後ろのピンの2本の真ん中にボールが行って、ピンが横に弾けたじゃないですか。あの感じの球の流れが 17.5 だと思うんですよね。よし、再現できるかな。再現なんだよね。はぁ、ドキドキするな。どう？よし、嬉しい。いい感じ、いい感じ。あ、ちょっとテンション上がってきましたね。分かりやすくテンションが上がりますね。いいんじゃない、いいんじゃない。よいしょ。いかん、ちょっと今ドーンと落としすぎちゃった。うわ、もっちい。ちょっと今ね、ドーンと落としすぎちゃったので、もうちょっと柔らかくふわって転がせたらよかったと思いますけどね。今のはラッキー。やばい、楽しくなってきちゃった。ただここでね、いつもね6フレームぐらいで変になるんで、落ち着いて。あ、いい、ちょっと出しすぎたかな。うわー、これは取れないな。失敗した。いやー、これは難しいですね。これは、うわー、割れちゃったな。あー、ダメだな、やっぱり。
あー悔しい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 。あーオープンフレーム出ちゃった。まだでも挽回できますよ。落ち着いていこう。よし、よし、いった。うわーうわーうわー、また割れちゃった。くそー、これはきついな。2フレーム連続で割れちゃった。まあちょっとでもね、スペアの練習もしよう。おっとやばい、落とした。危なかった、落としちゃいましたね。あ、今ちょうど100、6フレーム目で100でも7フレーム目から60点の加点ができるはずなので、うまくいけば。ちょっと立ち位置をね、ポケットにうまく入ってない気がするから、ちょっと立ち位置ちょっと大幅に外にしてみようかな一回。あったあったあった、危ない。うわ、そうくるか、そうくるんだな。さあ取れるかな今日は、こっちのカバーが。ナイス、取れた。いいじゃんいいじゃん、いい感じいい感じで、なんかね、帰ってくる球がさっきよりオイルついてないんですよね。よいしょ。で、一番最初ここに立ってて、で、さっきここに立って、なんかここかなって感じはしますね。ほら、来た。すごい、なんかちょっと分析できるようになってる自分にすごいと思います。ジャストじゃん。なんかね、ちょっと1枚ずつずらすと、私みたいにそのまで読めない人だと動きの違いが分かんないんですけど、さっきちょっと大幅にずれたので、なんか、ああ、こっち行くんだったらこっちが残って、こっち行くんだったらこっちが残るな、みたいなイメージがしやすかったので良かったですね。結果オーライ。ああ。またやってしまった。また割れちゃった。もうこれデジャブだね。割れたね。割れたね。そうなんだよね。割れちゃったんだよね。今ちょっと力みましたね。さっきからこれ2連続で取れてるので怖くはない。あーやばい、しまった。ダメだった。今ちょっと汗ばんじゃってボールがね、抜けが悪かったので、体がねボールと一緒にこうやっていっちゃったんですよ。で、多分球の落ちた位置が違ったので、始発が違った。はい、次10フレーム目です。オープンフレームは割れてるとこだけよ。仕方ないかな、仕方ないかなって感じだよね。さあラスト10フレーム目、さあ楽しく終わりたいね。よし、力まずに、そう、6割の力で投げないとダメ。あ、ちょっと外すぎ、やばい。うわー、裏行った。
あ、悔しい。あ、取れんことはないと思う。今日取れたもん。今日取れたもん。今日は取れたもん。いくよ。ちゃった最悪や。はい、久しぶりに 1DM 投げてみたら155でした。わあ、最後取れなかったのもったいなかったな。悔しいですね。はあ、でもなんかちょっといい汗かきました。はい、で今もね戻ってきたボールなんですけど、今拭いてなくて全くオイルついてないんですよね。ほぼついてないので、なんかちょっとそれもあるかなっていう。まあ投げる場所もちょっと変えたのでね、オイルの感じとかも変わったと思うんですけど、いかがだったでしょうか。ああ、でもなんかいいとこ狙えそうな気がしますね、このボール。私が今まで持ってたボールで、でもなんかちょっと角度がね、やっぱね、なんかちょっとやっぱ差し込みがないから、ちょっとね、ちょっとずれると難しいなっていうのはあるんですけど、割れちゃってるのがやっぱきつい。スペア取れにくいんで割れちゃうとちょっと課題ですね。頑張りたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。いいねと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。